皆さんこんにちは。こんにちは。ナチュスピ TV の時間です、はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何をご紹介するんでしたっけ？はい。猫の日ですよ。今日は。にゃんにゃんにゃんですね。そうか。2月22日。そういうことです。なるほど。はい。全然関係ないです。関係ないね。まず新刊が、ですね、今日発売、2月22日、山光晴夫さん、うん、セオリツ姫次元。これ何作目ですかね。これがセオリツ姫シリーズ第8作目になりますね。もう気がついたら、はい。今回もまた面白い話がいっぱいあるんだな。そうなんですよ、うん。山光さんは世界中で沸き起こす奇跡。奇跡ね。数々が、うん、歩く奇跡やさすごいですすごいよね本当に、うん、でこれねちょっとご覧の方々に分かるかどうか分かんないですけどカバーのこの写真ヤンズさんあの透けてらっしゃるんですよ。おお、そうなんです。ピアノの鍵盤が透けて見えちゃってるねすごいよね。これやらせじゃありませんページめくると口絵のところが扉のところもやっぱりもっと透けてるね、はい、写真を受けてて透けるとヤンズさんとうとうここまで来ちゃったかというところでどこまで行っちゃったか ねこれなんかあの理由があるんですかね。なんか解明されあの科学的に解明されたいやどうだろう分かんないな。でもまあ透けるってことはなんかね、うん、やっぱ物理的にこういう現象として写真撮られちゃってるっていうのは面白いよね。うん、一つのね何か現れがあるわけですね、うんうんうん、またそれいろいろ考えてみたりする。そうね、矢野さんもまあそのことについてちょっとだけ触れてるかもしれないけどね、うん、そのかもしれないかもしれない、うん、まあ瀬内姫のね、ことについていろいろと書かれてますけど、はい、その姫がね矢野さんのサポートとしてとうとうここまでこういうふうな現象を起こさせたのかっていうような、うん、あの感想はね書かれてると思う、うんうん、面白いですね、でもね、うんうん、面白い。我々もちょっと一つ透けるまでやってみましょうか透けてそうですね、うん、はい、さてもう一つは、去年12月24日に発売された、うん、CD、はい、山水さんの CD ですね、うん、これは2枚目、はい、ね、シーウスブルーですけども、はい、その前の作品がこのポーマグラ・マリア・レーネ、はい、それがちょうどその1年前にね、うんうん、でうちからまあスタシオアレコードからは2枚目のアルバムとなる、まあ、ニューアルバムが出たばっかり、はい、昇進だね、すごい大人気で、ね、大人気です、うん、でまあ全然コンセプトが、まあ、傾向が違って、はい、今回のこのシルスブルっていうタイトルからして、うん、もう宇宙っぽい感じだよねシリウスドンズバですねドンズバでこちらの「セオリツ姫次元の」の、旅の中にもですねこのシリウスブルーの、作品の作るきっかけになるストーリーが書かれてるんで、旅行、まあ、どこの旅行かはちょっと読んでお楽しみなんですが見たらでもこれ分かるよねジャケットの写真で。これ知ってる？はい、青の洞窟。お、知ってるね。俺知らなかったんですよ。そう、青の洞窟に矢野さんが行かれた時に、うん、まあ、インスピレーションがあって、うん、なんていうストーリーが書かれてます、うん、曲もすごくいいんだよね、うん、すごいですね、うん、今回のねアルバムのタイトル曲が1曲目にあるんですけど、うん、結構インパクトがあってね、はい、うん、人気、すごく人気ですね。今までの山水さんの曲調にはない、こう、なんて言いますか、うん、感じですよね。そうかな、うん、そうだね、繊細さもありながらこう、うん、ドンとくる感じ。そう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 、すごいダイナミック、ね、すごいですね。でなおかつメロディーメーカーヤンズのセンスがやっぱり生きていて、うん、どの曲も15曲入ってるんですが、うん、どれも覚えやすいね、うんうん、で往年の名曲も当然アレンジを変えてピアノバージョンもアレンジして入ってはいるんですが、はい、まあ、すごい面白くこう聞かせてくれる、うん、で豊かに聞かせてくれる、うん、いいアルバムに仕上がりました、はいはい、うん、あと特筆すべきは世界の三大ピアノと言われる、はい、スタインウェイ、はい、それからレーゼンドルファー、うん、それからベヒシュタイン、うん、
これみんなドイツのピアノなんですけど、はい、この三大ピアノをみんなすべてこう弾き比べてですね、贅沢ですね、贅沢に弾き比べた上で一番山水さんが気に入られたピアノを使って録音しようじゃないかと。よくないわけがないですね、これは、ね、わけがないです。そのピアノね、最終的にこれスタンウェイのフルコンサートピアノを使ったんですけど、うん、素晴らしい音色で撮れてます、うん、それもお楽しみの一つですね、うんうん、倍音がね豊かで力強いんですよ、うん、神々の楽器って呼ばれてますもんね。そうね、うんうん、本当に楽しみ、楽しめるアルバムになっています、うん、でさ、このシリウスブルーのサブタイトルでバイオンの宇宙ってこれ、はい、なってるでしょう、はい、バイオン、まあ、ピアノのそのね、やっぱりそのスターミューとバイオンが豊かで、はい、非常に綺麗に、ね、響くピアノだっていうことで有名なのが、うん、バイオンといえばやっぱりピアノの調律、ね、山水さんもともとピアノの調律師さんだったんですね。そうですね、うん、音に関しては非常にそのうるさいね。シビアというか、うんうん、音の世界をすごくよくご存じいらっしゃる、うん、そうですね、うん、そんな山水さんはですね、まあ、以前というか一昨年ですね、もう、うん、弊社から 528Hz の真実という、まあ、音に関する本出してるんですけども、まあ、ここでいわゆるヒーリングにいいと言われている 528Hz の、うん、こうなんて言いますか、真実そのままですけど、まあ、いろいろ言われてますけど、体にいいとか、ヒーリング効果があるとか、うん、それについて、まあ、そのプロの調律師の耳でこう感じたことをズバッと書いてあります、うんうん、まあ、ちょっとだけ言うとあれだよ、音にいい悪いもないので、うん、528Hz の音だけがいいわけじゃないよと、うん、本当そうですよね、うん、音自体素晴らしいじゃないかというところですね、うんうん、はい、宇宙、ね、そのものといいますか、うん、音、まあ、この周波数なわけですけども、うんうんうん、数字のこう組み重ねというか、うんうん、それがリズムとなって音になっているわけなんですけど、要するに、まあ、それ宇宙の仕組みそのものです。そうだね、宇宙は音からできてるって言われたりしてるからね、うんうん、まあところでヤンズさんのライブお誕生日、はい、プラス出版 CD 発売記念、はい、ライブが、はい、20日の日ですね、土曜日、はいはい、行われたんですけど、はい、素晴らしかったよ、めちゃくちゃ面白かった。お、うん、どんな感じで。いや、やっぱりすごく和気あいあいとした形で、このねシウスブルーの曲人気投票をやってね、はい、それで順番に15位から順番にやっていったんです。あ、ブログでね、募集してましたね。そう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 、すごくね、皆さんもこういう曲が人気なんだなっていうのが、まあ、直に伝わって、はい、ヤンズさんもすごい緊張を最初しれつしてたんですけど、最終的にすごく楽しんでね、いらっしゃって、すごい面白かったですね、定期的にね、東京の方でやられてるんで、またね、見に来てください皆さん、はい、ぜひ。本の方も、ヤマビズさん その世界を股にかけたセブルツ姫の旅ということで、はい、シンクロニシティに非常に満ちた形の楽しい、うん、はい、びっくりするようなストーリー、うん、このやっぱりストーリーっていうのが、まあ、とらわれなく流れ川の水が流れるようにその、ね、シンクロに満ちた生き方をする一つの形として示してくれるストーリーとしてね、うんうん、そこでその、まあ、とらわれずに生きるってこういうことなんだなっていう、うん、やっぱりこう神話とか、うん、まあ、ヒーリング音楽もそうなんですけど、うん、なんかこうたまに押し付けがましい感じがしないでもないじゃないですか。何かこう、まあ捉えての問題っていうのもあるよな、それもな。そうです、ね、うん、まあ、どちらも言えないけども、まあ、うん、そうね。山水さんっていうのは本当に肩の力が普段から抜けてらっしゃって、うん、
曲に関しても作ろうとしないっておっしゃってましたね。あ、そうなんです。そう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 。それを忘れてたね。そうそうそう。大事なことです。舞い降りてきたというか、本当に会ってきた時にしか作らない。そうなんです。それってやっぱりこうクリエイティブの原点じゃないですか。うん、なるべくエゴのない形で、うん、宇宙からのサインをこう出すと。うんそうね、ネバならないとかね。うん、そういう形で、まあ、クリエイトしても、うん、そこに何があるのかっていうところだよね。うん、そうね、うん。だからこうたくさんの人の人生にこう山水さんの作品っていうのが触れるんじゃないかと思いますよね。うん、なるほど、ね。うんね、安心しますもんね、うん、なんていうか楽しい感じがすごく伝わってくるんですよね。そうなんだ、ライブなんかもそうなんだけどね、すごくやっぱりホッとする感じがするんだよね、うんうん、音とかって素直だな、さすがストレートに言うでしょうね。本当です、これはごまかせません、うん、そういったところで、はい、こちらの文章もヒーリングになるかな。そうですホッとしますよ、はい、また苦しくないです、はい、うん、違いますね、うん、聞きながら読む山水ワールド、ぜひぜひ慕ってください、はい、ありがとうございました。どうも。